山田涼介、川口春奈から、礼儀正しい、目黒蓮について相談受ける、全然。12月1日深夜放送の文化放送、デコメン内の、平成セブンウルトラジャンプ、2平成ジャンプ、山田涼介が出演し、川口春奈とした会話の内容を明かした。番組では、山田が出演するドラマ、親愛なる僕へ殺意を込めて、フジテレビ系の公式ツイッターにて、ドラマ、サイレント、フジテレビ系に出演するスノーマン、目黒蓮との2ショットが掲載されたという話題が取り上げられた。バル、これに対して、リスナーから、目黒との距離は縮められたか、と質問が届くと、山田は、縮められてないですね、礼儀正しい子だなって感じのイメージ、と回答。そして、サイレントが隣のスタジオで撮影していたため、同ドラマで目黒と共演する川口にも会いに行ったとして、春菜も、目黒くんが全然話してくれないと言ってて、それ、役もあるんじゃないの、って話して、心開いてくれないよって言ってて、と明かした。バル、その上で、それは1話放送前とかなんで、もうさすがに、お互いにね、少し話すようになったんじゃないかなとは思いますけど、川口春奈をもってしても目黒蓮が喋らないとしたら、もう誰も喋らんぞ。おしゃべりなんで、あの子、川口、は、本当に、目黒くん、もしかしたらシャイなのかもしれない、と話していた。